まあ、お互いにこうなかなかシュート決まらない中、まあ、我慢の、まあ、ゲームだったかなと思います。まあ、僕らもこうなんだろうな、まあ、ディフェンスで向こうのやっぱ強いところっていうのは、まあ、ある程度消すことは、まあ、できたとは思ってるんですけど、まあ、明日はそこに関しては、まあ、もう少し、うまく守れると思うので、しっかりと対応していきたいなと思ってます。まあ、本当にこういうクロスゲームの、まあ、我慢のゲームっていうのはやっぱり、一つのミスとかやっぱ一つのルーズボールだとか、そういうところっていうのにもっとこう強く、プレーをしないとあまりいけないと思うので、まあ、そこに関しては、やっぱもっともっと求めて、やっていきたいなと思ってます。以上です。